はい、こんにちは。今日はね、前回やった妻の問題なんですけども、今一度復習してもらえたらと思います。まあ、三角形 ABC っていうのがあってですね、AC と AB を AB が4等分 1,2,3,4 で AC というのが3等分に切りますと。で、切った線からこんな形で2箇所、線を切って、1,2,3,4 5つの三角形に分けますと。5つの三角形に分けるんですけども、その中で、2つあるこの三角形の面積と合計がこの ABC のどれだけに値になりますかという問題なんですけども、まあ、本当にね、高校受験でも、出てくるような、まあ、問題なんで、でもまあ十分算数の問題で解けるんでということで、出題されていると思います。はい、まあ、ここに書きましたけども、有効な補助線、しかも補助線というのはもう平行線ですと。平行線ってなんでこだわるのかって言ったら、もう平行線があったら当然相似に持っていけるんじゃないかと、ね、まずこの相似を制することを大事にしていてください。じゃあいきますね。まずバラバラです、こんな三角形。まあ、これとこれは比で出そうと思ったら出せますし、当然これとこれっていうのも出せます。どういうことかって言ったら、まあ、こういうふうにやって、もしこれは A 対 B という比があったら当然ここも A 対 B というふうに表せるし、もし上にこういうふうにこれがつないでやったら、この残りも A 対 B というふうに表すことができます。ちなみにこっちにこういうふうにやったとして、これがこういうふうにやったとしたら、ここも A 対 B なんで、ちなみに、この四角形の面積っていうのがあったとして、この四角形の面積をここで切りましたってあったとしたら、当然これは、これも A 対 B と表すことができますと。ただこれは、これだけじゃなくてですね、まあ、ここにも書いたように有効な補助線ということで、すべての三角形が、面積が統一できるようにどうしたらいいかということを今から説明していきたいと思います。まあ、これはね、どうやった補助線を引くっていうのはもうこれ養っていかないと仕方がないことなんで、練習をしていただきたいと思います。で、まずですね、これはですね、この線に対してここから平行な線を引いちゃってください。こんな感じで、そうするとここに、相似な図形が発見されます。で、もうちょっと言うと、今度ここの三角形とここの三角形に相似な関係があるので、ここに2対3ということが分かっています。で、ちなみにここは1ですと。なので2対1という面積から、ここの面積がまず今1対4と、ね、1×1 対2×2ということで1対4の面積が作ることができます。で、次ですね、今度ここにこういうふうに線が引いてますから、これ1対3なので、ここが3という形で表すことができます。次ですね、ここも2です。1対2ですから、1たす3でこれ4ですから、4の2でここ8と表すことができます。まあ、4×2 で書いておいてください。わかるでしょうね。で、ここまで出すことができますと。で、あとは目標はね、こことここですね。これをどうやって出したらいいのかということになるんですけども、これはね、あと頑張ってほしいことが1、3、8、4って出てきました。あと目標はこの2つです。ね、この2つをどうするかというと、ここがまあ3、8、4っていうのが出てきましたけども、ここもよく見てください。ここ今8とやっちゃったんで、ここを見てください。ヒント、1、2、3あります。1、2、3あって、ここ8です。ここ今8です。それに対して1、2あります。ここがいくらですかということですね。これはですね、8に対して2倍ですから16です。で、これ4って分かってますから、ここ12と表すことができます。いいですか？で、こんな風に表すこともできるということを考えてもらえたらと思います。はい、次、ラストここですね。ここをどうやって表したらいいですかということなんですけども、これはですね、ここに3対1というのがあるので、今度この合計のここの比ですね。
残りの比ですから、ここが3対1ですね。全体の3対1から3対1を引くね。ということを出したら、8足す4足す12なんで、24です。だからここは24割る3で8というふうに出すことができます。ね、ってやってくれたら実はできる問題なんで、じゃあ全体はというと、これも全部整数に出してやったので、4、12、16、28、8ですから、全体が36ですと。で、斜線部分というのが8と8ですから、16です。そうすると、9分の4というふうに出すことができます。ね、こういうふうにやるんですけども、コツっていうのはですね、入試問題というのは数がややこしくなったら、とりあえず、まず点数っていうのは取れなくなってくるような、まあ、障害物競争だと思ってください。そしたら、できるだけ整数にするにはどうしたらいいかっていうことを考えていったら、おのずとね、問題を解きまくっていったら、どこに平行線を引いたら一発でわかるかなと。ゴール見ながら、足元を固めていくというね、練習ね。ちょっと話がそれちゃうんですけど、最初の時に角度の問題、先生絶対全部書くなって、よく言うんだと思うんですけど、いっぱい書いたらもう絶対わかんなくなっちゃうんですね。これね、先生とかでも解いてたら、例えばですね、これだったらここの掃除と、ね、1、2、3の掃除と、ここにも掃除あったよなと。これで例えば3、8、4で、15だよなと。15に対してここ10に。ねまあ、5対4。ねこれはまあ2対3ですから、2人が4、サザンが9でって出すこともできるんですけれども、できるだけシンプルにね、求めるようにするにはどうしたらいいかっていうことを考えていたら、おのずとね、上手な補助線の書き方っていうのがね、出てくると思いますので、これを参考に勉強してくれたらと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。